最後になります。一応公には、先日4月に岡崎の方で行われたイベントで、最後というふうに言っていたんですけども、まあ、もう一回エクストラステージというかですね、もう一回踊らさせてもらえるということで、気持ちを作り直して今日は来ました。最後の最後なので、信長公にちなみ、最後の一瞬まで力強くこの演舞を皆